下北信用金庫本店下北信用金庫大畑支店下北信用金庫は2009年11月まで存在し青森県むつ市に本店を置いていた本州で当時最北の信用金庫略称は下新むつ市に本店を置き主に下北半島の地域を中心に営業活動が行われていた県内で唯一合併経験のなかった 信用金庫であったが、2009年11月9日を、もって、青森、八戸の県内3信用金庫と合併して、青い森信用金庫となり、下新は約59年の歴史に幕を下ろした。むつしをはじめとする、下北エリアを中心に、全八が店にて展開していた。スポーツ振興くじ当選権の払い戻しは、むつし柳町一丁目の本店のみで取り扱っていた。 青い森信用金庫の発足後、下神本店が、青い森信用金庫下北営業部となる以外、金庫名のみの解消となった。なお、コード順が、大畑支店と下北営業部が入れ替えとなっている。同店舗はかつては本店だったが、1978年6月に、むつし田辺に移転された際には支店に格下げられている。なお、同支店の店番は001であるが、 現在の本店の店番が例例にとなっているのは以前の田辺支店の店番を引き継いだためである。ありがとうございます。